この動画は、今ご覧になっている、皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。皆さんおはこんばんちは、うぷ主の親友です。今回のレースは、リミュエールフロストで、凱旋門賞です。これを勝てば、ラリー制覇できるのですが、なかなかリーチがかかっている時は、勝てませんね。果たして今回は勝てるのでしょうか？頑張ってね。凱旋門賞2400m、まずまずのスタートを切りました。さあ先行争いであります。ベンライパビリオンが先頭に立ちました。2番ゴーイングサムウェアが追いかけます。さあ向こう流しに入りました。それからもう一頭整理しましょうか。これが先頭ベンライパビリオンであります。プチボアを過ぎて右へと緩いカーブ、バラバラになっています。これを追って2番ゴーイングサムウェアであります。第3コーナーに向かいます。14頭これと一緒に5番号そして4番手に7番、6番オルフェーブルが上がってまいりました。それからルーラーオブザワールド、この辺りちょっと離れている9番絆、世界一の称号を目指していよいよ各馬が動きます。先頭行く黄色い帽子はベンライパビリオン、6番号も懸命に追う。先頭ベンライパビリオン、ベンライパビリオンが3馬身リード。7番アンテロ、12番リミュエールフロスト、先頭ベンライパビリオン、ベンライパビリオンが2馬身リード。3番手にアンテロ、この辺りで先頭はリミュエールフロスト、リーディングライトも懸命に追う。リミュエールフロスト先頭、2番手にリーディングライト、かわしたリーディングライト先頭1着リーディングライト。やっぱり、見えない壁がある気がするのは、僕だけでしょうか？主、世の中には、知らなくていいことも、ある。あれ？僕の知らない人が、あの人は？ふっふ、これで記憶を削除した。これでいい。ゲームを終了しています。ゲームを終了しました。またのお越しをお待ちしています。